名古屋の北側、清志忍和島駅からどうも。本日は城北線に乗り込みます。止まっている車両は F81系300番台。マジで時間ないので早く乗り込みましょう。時間なさすぎて聞き換えず、A さんは城北線車内でねって駅員さんに言われました。ワンマン運転対応ということで、整理券を取って乗り込みます。IC カードが使えればと思いますが、ここでは使えません。ロングシートとボックスシートが混在する中、ボックスシートにありつけました。でもガラガラなので、別にボックスシート強奪選手権とかは起こりませんでした。平和ではありますが、真っ昼間の名古屋で起こっていい現象じゃない気がします。あるいは車社会が野蛮な分、電車社会が平和、とも取ることができます。そろそろ発車するようです。東海地方で JREK タイム。とにかく琵琶島発車。城北線はここから終わり星宮、小田井、平、安治吉、勝川の順に止まります。もう概要説明始めちゃいますか。城北線は琵琶島と勝川を結ぶ6駅 11.2 キロの路線。結構小ぶりです。名古屋城を軸にその北側をグリーンと90度の弧を描く感じで伸びています。この路線のすごいところは何といっても高規格、電線複線かつ高架、車窓も都会的。新幹線に使われるレールを有用しているので、まさかのロングレールを使用。乗ってみ、本1時間に1本1両。加えてワンマン機動車。あとバリアフリーもほぼ不対応。なんというか温度差で風邪ひく路線です。こんなに地方と都会が共存している路線もあるまい。愛知県内の非電化路線はこれ城北線と、特殊な性格をしているリトリートラインのみ。そんな城北線の運行を行っているのは東海交通事業。アルファベット3文字で TKJ。卵かけご飯を思い出します。会社ロゴの色も、卵かけご飯に微妙に近いですし。で、この会社は JR 東海グループの一端で、その中でも鉄道運輸事業を受け持つ会社。例えば城北線の経営以外にも、駅業務の委託や、駅レンタカーの営業などを受け負っています。この城北線は今のところ東海交通事業が受け持つ唯一の路線です。JR の子会社が経営している路線という点では、JR とも私鉄とも三鉄とも言い切れる不思議路線。それにこの城北線。施設を保有しているのは TKJ でなく JR 東海です。どういうことかと言いますと、JR の前身である国鉄が、貨物のために国鉄瀬戸線を建てるぜ、と言い出しました。そのうちの一部が今の城北線。もともとは武蔵野線的な、貨物メインの路線として計画されたのです。ほどなくして1976年に始まった工事ですが、なかなか進みませんでした。その10年後、1987年には国鉄が JR へ民営化されましたが、その理由を考えるとわかります。国鉄ってもともとは旅客、貨物ともにシェアの半数以上を占めていたのですが、高度経済成長に伴って、その主流は車へ。でも逆転狙いか、新路線はドカドカ不設。結果的に超単位の赤字を出して、資金が底をつきました。それで国鉄が民営化され、JR 東海が城北線を引き継ぐ形になりました。ですが別の問題が浮上します。線路自体は鉄道公団っていう団体が敷設していたんですが、その城北線の敷設費用を JR 東海は鉄道公団に返済しなくてはなりませんでした。当時の城北線は工事がほぼ終わり、すでにだいぶハイスペックに作られていました。これが運10年のローンを組んでも毎年100億円弱の返済額に。運輸省への泣き寝入りも効果がなく、結果としてこの高架路線は凍結状態に。でも数年後、JR 東海の景気が良くなったため、城北線の計画が再始動します。バブルに伴う東海道新幹線の利用客激上げのおかげで、利益も1000億円を突破。加えてこういうローンって、長引く取引がすごいことになるんですよ。だから早く事態を進めようと、1989年から工事を再開し、残りを片付けます。その際、もうなりふり構ってられないということで非電化、ほぼ無人駅にしたり、あと車両のスペックや数も極力絞ってみたり、子会社にすることで運賃繰り上げも可能に。
ってやって、利権と結婚を慎重に天秤にかけながら、建設を行ってきました。もっとも、その本数や運賃の高さが、今のところ逆にヤバとなっている気がします。ローンの返済は2032年頃になると思いますが、その時は城北線に変化が訪れる時かもしれません。今のところはリニアが最優先な感はありますが、10年後にどうなっているか見ものです。説明終わり。と言いたいところですが、ちょうど一巻に入ったのでも少し補足。ここも伏線ですが、よく見ると上下線が分かれています。普通こんなことしたら経費がかさむだけなのですが、これはもともとこの路線の起点は岩島ではなく、もっと北の稲川ってところにしたかったから。要は線路をデルタ状にして、貨物の輸送を円滑無路策にするつもりでした。こういう線路を作っておけば、貨物の方向転換に手間取らなくて楽なのです。それで土地まで買ったのですが、やはり財政面から断念することになりました。アトラクション的な線形は、円滑な貨物輸送を目指したその名残なのです。本当に経費がかさむだけになってしまった感。ともかく、国鉄、JR の歴史と照らし合わせると面白い路線なのです。はい、概要終わり。河原神社という、星の宮と呼ばれている神社が近くにある尾張星の宮駅をすでに出ており、次の停車駅は尾田駅。駅付近には、東海交通事業の鉄道部の本拠地があります。ここいらで名鉄線とクロスします。また北側に名鉄線の上尾台駅も存在します。しかし乗り換えは楽ではなく、尾台駅と上尾台駅は互いに500メートルほど離れています。不便じゃんって?そうです。不便です。でもそこを便利にしようという計画はあったんですよ。それが尾台総合駅構想。その昔、さらに北に平田橋って名鉄の駅があったんですが、それを南に移設したのが上尾台駅です。そこにさらに名古屋地下鉄鶴舞線が延伸。あとは連絡通路か何かで城北線の駅と接続すれば、それで上尾台駅が完成するわけですが、名古屋市は、上尾台総合駅が完成し、交通の便は良くなりました。ってすでに言っている点、城北線だけ置いてけぼりになったままで、これ以上の進展はなさそうです。かわいそう。次は平。引き続き住宅地や中京工業地帯を東へ進んでいきます。運賃が毎駅ごとに上がるので、運賃量を遠目に見て少々整理しています。さて路線の概要も終わったので、今度はついでに車両についてもそれとなく、今走っている車両は FH11 系っていう車両なんですが、開業から数年間は FH40 系が使われていました。もちろんこちら JR 東海から借りてきた車両、一世を風靡した国鉄機動車ですが、すでに JR 東海にはいません。JR 東日本からも定期では引退済みです。JR 東日本からは引退しましたが、小湊鉄道譲渡により、東京から1時間の1オフ40が走るようになりました。緩和9台。このオフ40系を使えたのが、オフ11系200番台です。この路線用の新造車、細かい点を除けば、JR 東海で走っていたオフ11系の他の番台とほとんど同じです。それから20年ちょっとが経ち、AKJ は FH11 系の300番台を JR 東海から買いました。要は、FH11 系を FH11 系で置き換えたのです。一応、もろもろのスペックは上がっています。また、トイレ付き車両の導入ではあるのですが、城北線では封鎖されており、使えません。置き換えられた方の FH11 系は、三虎辺のひたちなか海浜鉄道に譲渡されています。とはいえ300番台の仲間は、名称線にわずかに残っている程度、2路線ともまだある程度は生き残りそうですが、その顛末はどうなることやら。さて、尾台と平の間ら辺から、名古屋第二環状自動車道の横を通ります。左手には高速道路、右手にはビルや住宅地、そしてこの路線は伏線高架、総武線の信濃町かそこら辺を思い出します。しかし何度も言いますが、この路線の運行頻度は、あの総武線確定の10分の1程度、加えて非電化など、そうした車窓と路線の性格とのギャップに魅惑される、そんな路線が城北線です。ちなみにこの高速道路とは、勝川の到着直前まで同じルートをたどります。完成な平駅に到着。ここで木戸ばかし駅名標を見てみましょう。ぱっと見、あれ、ここ JR 東海の駅だったのかな?と見まがうほど売り二つですが、本物の JR 東海の駅名標と比べると、その違いがわかるかもしれません。まあ別に駅名標に似て物とかないですが、というかあってたまるかって感じですが、比べると、オレンジ色部分の白線の有無、ロゴが異なるくらいでしょうか。逆に目立つのはそこぐらいです。そこからも、JR 東海の子会社らしさがにじみ出ています。ちなみに岩島駅は例外です。オレンジ色部分には白線がかかっていません。後から社名だけ JR 東海に取っ換える予定なのかとか色々考えましたが、結局理由は謎です。さてどんどこ進みまして、次は味吉。
そこら辺の中華料理屋の店の名前にありそうな地名です。特別な名前のようですが、その歴史は丹後から来ているとかなんだとか。この近辺はもともと味の原神殿と呼ばれていたのが、その最初の文字、味、と、よく超えた単語を指す、以前、の字から取ってきているとか、なお味の方はマジ右田の2個とっていう、あの物の弟子の先祖が由来とされているとか、その先祖は今、味の神社に神として祀られています。他、味吉近辺には双子山古墳などの古墳群が存在。この近辺は古代の宝庫みたいになってます。と活するうちに、列車は立花ジャンクションの横を通り過ぎます。いいですよね、ああいうジャンクションの横を通っていくの。味吉到着前に名古屋市を抜け、春日井市に入ります。ところで味吉駅は2つ存在します。一つは城北線、もう一つは名鉄小牧線。同じ名前の駅ですが、乗り換えようとなるとそれぞれ徒歩で1キロくらい歩かされます。この近辺一帯が味吉と呼ばれているから、これはしょうがないのかもしれません。なんなら JR と名鉄の春日井駅って 4.5 キロくらい離れてますし、今に始まったことでもないです。どっちか帰ろと訴えるにしても、多分遠くに春日井でしょう。春日井市だけに。あ、このダジャレは良くない？春日井市民全員を敵に回した。それはごめんなさい。名二冠とともに、名鉄小牧線をまたぎまして、次は終点勝川、中央本線との乗り換え駅。厳密には勝川仮駅と言った方がいいかもしれません。中央本線を高架化する機会が城北線開業のだいぶ後にあり、実際に高架化されたのですが、予算不足で城北線との接続は実現せず、結果、両ホームは非常に離れてしまいました。これも2032年まで待つ必要がありますが、どうなるでしょう？かなり開発が進んだ勝川駅中心部と接続するという点では、有意義な気はします。そんな勝川の地名の由来は、付近を流れる庄内川を勝で渡れたことや、徳川家康がその川の名前を聞き、縁起の良さで、勝川、って名前にしたということに由来します。この地域の縁起の良さがまた花開いて、城北線がより便利になればな、と思うものです。もうすぐ勝川ということで、そろそろ高速道路とお別れをします。向こうには中央本線の線路も見えてきましたが、前述した通り城北線は離れ小島の状態です。ソーシャルディスタンス的に考えれば100点だと思います。17分の短い旅は終わりました。いろいろとポテンシャルが秘められていますが、なんだか惜しい気がする路線な気がします。とはいえ現在の、都会を走るローカル線的な城北線は、唯一無二の存在。自動車の音を轟かせて名古屋を走るそのギャップは、17分の旅をあっという間に感じさせてくれます。そりゃあ確かに琵琶島から勝川なら、JR 経由では時間は2倍ですが120円安く行けます。でもそれでは得られない栄養素が、ここ城北線には眠っています。皆様も名古屋に行ったついでに、乗ってみてくださいませ。終点の勝川に到着。この列車はまた琵琶島へと折り返していくようです。一両編成ですが、やっぱり空いているなぁといった印象でした。不憫。一面一線の仮駅にぶら下がるこちらの駅名標は、琵琶島のものとは違い TKJ 仕様ですね。のどかなのどかな城北線。それでは、最後に乗り換えをして終わりましょう。ぶっちゃけると、この乗り換えが本番みたいなところあります。正直、5分くらい余裕持っときゃ大丈夫やろ。感覚で行くと、間に合いません。夜メロンがそうして名古屋行きの列車を逃したので、間違いはありません。あ、315系。中央本線の最新鋭車両ですね。なんか側面が315系みたいになっているキハ11系300番台がいました。これは仙台キハ11系の200番台。201、202編成の塗装を模したものです。実際の200番台の側面は白地にオレンジ塗装ですが、さすがに白塗りまではしませんでした。地上に降りたからといってそれで終わりではありません。まだまだずんどこ歩きます。乗り換えしてるのに乗り換えしてないみたい。早歩きで6、7分。やっと中央本線勝川駅に到着です。到着したので終わります。